敗戦の原因、日本軍の痛恨のミス、ワースト5。失敗とは誰しもが経験するものですが、しょうがない、次頑張ろうと結果論で終わらせるものではありません。失敗に至るまでのプロセスを認識し、教訓として次に生かすことが大切なのです。そういう意味では、太平洋戦争における日本軍はどうだったでしょうか。作戦失敗の原因を冷静に分析するどころか、情報を軽視し、適材適所の人材配置を誤り、大切な将兵の命を塵やくたのように扱いました。これでは勝てる要素など一つもありません。そこで今回は、日本軍が犯した痛恨のミスについて独自に考察と見解を加えてみたいと思います。第5位、ビルマ戦線崩壊の直接的原因となった作戦、インパール作戦。日本の敗勢が明らかになりつつあった昭和19年春、乾坤一擲の大作戦が発動されました。それが第15軍司令官牟田口中将の肝煎りで発案された羽号作戦です。これはビルマ・インド国境にまたがる峻険なアラカン山脈を突破し、軍事的要衝であるインパールを占領するという野心的なものでした。当時インパールは炎症ルートの起点として認識されており、もし抑えることができれば、蒋介石政権に与えるダメージは計り知れません。またインド国内へ侵攻することで、国民の潜在的な独立意欲を呼び起こし、戦争からイギリスを脱落させることも期待されたのです。作戦の趣旨としては理にかなったものですが、ただし成し遂げるための要素が日本軍には欠落していました。3月に作戦発起し、3方向から進攻を開始した3つの師団は順調に進撃。早くも4月中にはインパール盆地へ達して包囲の体制を固めようとします。ところが有力なイギリス軍の反撃を受けたことで、日本軍は貴重な戦力をすり減らしてしまうのです。また補給の途絶によって弾薬は底をつき、恐ろしい病気や飢餓が蔓延するようになりました。戦況が悪化する中、牟田口司令官は各師団を叱咤して、なおも作戦を続行させようとしますが、もはや将兵の体力、気力は限界に達しています。各師団長を更迭しても状況は好転せず、ようやく7月に作戦は中止されました。撤退中に多くの戦病死、餓死者を出した日本軍は、6万の兵力のうち実に3万を失うことになります。さて、日本軍に欠落していたもの、それは補給、兵站および情報の軽視でした。迅速にインパールを占領するつもりだった日本軍は、将兵が持つ蛍光食料だけでこと足りると考え、満足な補給体制を整えていなかったのです。そもそも険しいアラカン山脈を越えて補給すること自体無理があり、日本軍が持つキャパシティを超えていました。また第15軍上層部の中に、かつての戦訓からイギリス軍は弱いという認識があり、正確な敵情を把握していなかった点が挙げられます。結果的に激しい反撃を受けたことで、日本軍は壊滅に近いダメージを負うことになりました。もちろん牟田口司令官の無能ぶりも破滅的結果をもたらしています。所詮は一師団長としての能力を持たず、複数の師団を動かし補給を管理するという高い能力は持ち合わせていませんでした。そしてインパール作戦の失敗は、ビルマ戦線そのものの崩壊に結びついています。貴重な戦力が失われたことで、イギリス軍の侵攻を招いてしまい、作戦中止から終戦までの1年間で日本側の死者は
10万に上りました。それはビルマ戦線全体の死者のうち実に8割近くに達していたのです。第4位、作戦目標の誤りによって虎の子の空母機動部隊を失うミッドウェー海戦。昭和17年6月 MI 作戦が発動され、日本の連合艦隊がミッドウェー島の攻略に向かいました。ところが米空母艦隊の反撃によって赤城、加賀、蒼龍、飛龍の空母4隻が撃沈され、作戦は失敗に終わってしまうのです。失敗の要因には次の3点が挙げられるでしょうか。まず日本の第一機動部隊司令長官南雲中将の判断ミスがあったこと。偵察機がアメリカ空母艦隊を発見したとき、日本空母の艦載機は魚雷や鉄鋼爆弾から陸上攻撃用の爆弾へ積み替えている真っ最中でした。そこで第二航空戦隊司令官山口中将が直ちに攻撃隊発進の要ありと認むと愚心するのですが、南雲中将はその意見を入れなかったのです。陸上攻撃から戻ってきた艦載機を収容した後、改めて敵艦隊を攻撃することを決意しました。ところが長い時間を要しているうちに敵機の空襲に遭い、4空母が沈没するという結果を迎えたのです。ただし先に日本艦隊を発見していたのはアメリカ軍でした。たとえ山口の愚心を入れて攻撃隊を発艦させたとしても、敵艦載機はすでにこちらへ向かっていますから空襲を防ぐことはできません。よくて引き分けの状況だったのです。つまり南雲中将の判断がどうであろうが、被害は免れなかったことでしょう。次に日本側の艦隊配置に問題があります。空母4隻を含む第一機動艦隊が前に出ているのに、なぜか山本大将率いる主力艦隊は遥か後方に布陣しているのです。また敵空母が出てくることを予想していたにもかかわらず、2隻の空母をアリューシャン方面へ向かわせていました。これでは虎の子の空母機動部隊を丸裸にしているようなものです。結果的に空母が狙い撃ちされ、取り返しのつかない敗北を喫しました。ちなみにアメリカ太平洋艦隊司令長官ニミッツはこのように述懐しています。もし日本側が6隻の空母11隻の戦艦を集中運用していたならば、いかなる幸運や技量をもってしても敗走させることはできなかったであろう。日本海軍は奇襲を必要としない場合も奇襲に依存するという錯誤を犯したのである。そして最大の失敗の要因ですが、そもそもミッドウェー島を攻略する意味があったのかということです。海戦が始まる以前、アメリカ空母の徴量によって日本側は少なからず損害を受けていました。それが同リットル空襲に代表される一連の作戦行動ですね。当時哨戒能力が不足していた日本側はその動きを防ぐことができず、それゆえにアメリカ空母撃滅が優先されたのです。ただし敵空母を撃滅するのであれば、何もミッドウェー島を攻略する必要などありません。マリアナ、パラオ、ニューギニア方面で決戦を志向すれば陸上機の支援も受けられますし、有利な体制で戦うことも可能でしょう。しかし山本司令長官は積極果敢に進出して攻勢を維持し、相手の戦意を喪失させるしか勝つ可能性はないと主張。連合艦隊司令長官を辞するとまで述べました。こうしてミッドウェー島攻略を主目標にするのか、それとも敵空母撃滅を優先するのか、どっちつかずのまま作戦は決行されてしまったのです。このミッドウェー海戦の敗北により、
日本の空母機動部隊は壊滅的な打撃を受けました。そして戦力を回復できないまま戦況は悪化の一途をたどったのです。第3位、情報軽視と戦力の逐次投入が招いた悲劇、ガダルカナルの戦い。昭和17年8月、ソロモン諸島最大の島ガダルカナル島にアメリカ軍が上陸しました。日本側は米豪遮断作戦の一環として飛行場を設営していましたが、この島をさほど重要視していなかったようです。アメリカ軍の反攻は早くとも翌年になると予測されており、ほとんど戦力を配置していませんでした。とはいえガダルカナル島が奪われた場合、周辺の制空権を奪われることになります。そこで上陸したアメリカ軍を追い落とすべく有力部隊の派遣が決定されました。しかし大本営陸軍部の情勢判断は大きく誤っていたのです。上陸したアメリカ軍の兵力は少なく著しく劣勢であると決めつけ、またガダルカナル島奪還の兵力はなるべく早く派遣可能な部隊が良いと判断しました。そこで一木大佐が率いる900人の支隊にガダルカナル島の奪回を命じるのですが、所在のアメリカ軍部隊は1万以上の兵力を有し、しかも多くの重火器を装備していたのです。一木支隊は猛烈な砲撃と銃撃を受け、さらに挟み撃ちにされたことで壊滅。一木大佐は自決し、奪還作戦は完全な失敗に終わりました。これに驚いた日本側は次に川口少将が率いる5000の兵力をガダルカナル島へ派遣しました。そして川口支隊は上陸するとジャングルの中を移動し、夜半に奇襲を決行したのです。ところがまたしても攻撃は失敗に終わり、日本軍はおびただしい犠牲者を出しつつ撤退するしかありませんでした。こうなると日本側も引くに引けません。なおも奪回に固執し、今度は丸山中将が率いる第二師団1万人を上陸させたのです。ただし以前に上陸した兵力は当てになりません。飢餓や病気で著しく戦力が低下しており、戦力として期待できませんでした。こうして2度目の総攻撃が始まります。果敢に突撃する日本軍ですが、やはり結果は同じでした。すでにアメリカ軍は大幅に増強されており、一個師団程度の攻撃ではびくともしません。猛烈な重砲火を浴びた上、飛行場からの航空攻撃もあり、数千の損害を受けたことで作戦は失敗に終わったのです。さらにソロモン諸島周辺海域でも熾烈な戦いが繰り返されました。飛行場砲撃や輸送任務に多くの艦艇が加わり、アメリカ艦隊の反撃もあって多大な損害を被っていたのです。戦艦飛兵霧島をはじめ、巡洋艦や駆逐艦が相次いで沈没、さらに数えきれないほどの輸送船が海の藻くずとなりました。日本側にとってこのような消耗戦は全く予測しておらず、そのダメージはボディーブローのように蓄積していきます。なぜなら多数の輸送船や船員を失ったことで、日本側の輸送力は減退してしまったからです。ようやく昭和18年初めになってガダルカナル島からの撤退が始まるものの、この戦いはまさしく戦争の転換点となりました。敵情を正確に把握しなかった大本営の無能ぶりもさることながら、ただでさえ少ない兵力を細切れで投入する日本軍の悪しき体質が露呈したと言えるでしょう。また攻勢限界点を超えていたにもかかわらず、
ガダルカナル島の奪還に固執した事実も見逃せません。引くに引けなくなった陸軍上層部の硬直ぶりは非難されて叱るべきなのです。第2位、戦下5人によって決定された無謀な決戦、レイテ島の戦い。昭和19年10月、敗勢が濃くなる中、日本は乾坤一擲の決戦を挑もうとしていました。マリアナ諸島を疾患した今、次にアメリカ軍が狙いを定めてくるのはフィリピンだと見越し、陸海軍が合わせて50万に及ぶ兵力を結集させたのです。その中でも主力を担うのが第14方面軍で、司令官にはマレーの虎と謳われた山下大将が就任。フィリピン最大の島ルソン島へアメリカ軍を引きずり込んだ上で決戦を挑む構想を固めました。しかしこの段階になっても日本軍の悪しき習慣である縦割り組織の弊害が如実に現れていたようです。まず上部機関である南方軍がマニラに所在し、その管轄下に第14方面軍、第4航空軍などの下部組織が存在していました。つまりは山下司令官が思うように作戦を立案しても、いちいち海軍司令官、航空軍司令官、船舶司令官にお伺いを立てねばならない上、南方軍総司令官寺内元帥の裁可を必要とします。これでは柔軟な作戦を取ることができず、絶えず動く戦況に対処することができません。さらに山下を憂慮させる事態が起こりました。10月12日から4日間にわたって台湾沖航空戦が勃発し、沖縄方面へ向かうアメリカ艦隊に対して大規模な航空攻撃が敢行されたからです。そして大本営から発表された内容はとてつもないものでした。敵空母11隻撃沈、8隻大破、戦艦2隻撃沈など、これまでの劣勢が嘘のような戦果が上がったのです。これには国民だけではなく陸海軍首脳部も大いに沸き立つのですが、実際にそんな戦果が上がるわけがありません。敵艦を撃沈するどころか巡洋艦を2隻大破させ、一部の空母が軽重な損害を受けたのみだったのです。それにしてもなぜこのような戦果誤認となったのでしょう。実は戦果を確認すべきベテランパイロットが極端に少なく、帰還したパイロットたちの自己申告に基づいていたからです。この結果にはさすがに海軍も疑問を呈し、改めて検討会議が開かれました。その結果撃沈数は4隻程度にとどまり、アメリカ艦隊はなお健在という結論に至ったのです。とはいえ誤った戦果報告を天皇に奏上したことで五箇賞の直後まで発表されています。今更間違えましたとは言えず、陸海軍の連絡会議でもその事実は伏せられたままでした。そんな中がぜん鼻息を荒くしたのが南方軍です。アメリカ軍がレイテ島に上陸したと知った寺内元帥は、これまでのルソン決戦を否定してレイテ決戦を呼号しました。かねてから海軍の戦果に懐疑的だった山下大将は反対意見を述べるものの、寺内は全く聞く耳を持ちません。こうしてルソン島の第14方面軍から多くの部隊が引き抜かれ、レイテ決戦に投入されていきました。また海軍も殴り込みと称して小1号作戦を発令、残存する連合艦隊を総動員して決戦に挑みます。ところが無謀な決戦の代償は惨憺たる結果に終わります。連合艦隊はなすすべなく敗退し、陸軍もまた優勢なアメリカ軍を相手に苦戦を続け、惨めな敗北を喫してしまったのです。
せっかく山下が立案したルソン島決戦も不利なレイテ決戦にすり替えられ、第14方面軍は貴重な戦力をすりつぶしてしまいました。そして翌年にアメリカ軍がルソン島へ上陸してきた時、もはや日本軍に反撃するだけの力は残されていなかったのです。そしてフィリピンの日本軍が敗退した影響は、その後の戦況に大きな影響を与えました。南方の資源地帯と日本本土を結ぶシーレーンを失ったことで、日本軍の作戦そのものが破綻に瀕したのです。油がなくては軍艦も航空機も飛ばせません。また鉄鉱石が入らなければ兵器すら作れないのです。レイテ決戦の失敗はまさに日本を瀕死のどん底へ突き落としたと言えるでしょう。第1位、アメリカ国民の対日感情を考慮しなかった奇襲作戦、真珠湾攻撃。昭和16年12月8日、日本の機動部隊がハワイ近海へ達し、真珠湾に停泊しているアメリカ艦隊へ航空攻撃を加えました。これが太平洋戦争の開幕ベルとなり、3年半に及ぶ熾烈な戦いの幕が上がりました。ただし日本側の宣戦布告は遅れ、アメリカ側へ通達されたのは攻撃が終わってからのことです。通説では卑怯な騙し討ちとされていますが、問題はそんな些細なことではありません。なぜ海軍主導の下で真珠湾作戦が策定され決行されたかでしょう。まず戦前の日本において、ソ連を仮想敵とする北進論か、それとも南方資源を獲得する南進論か、この2つの意見で割れていました。最終的に北進論、南進論を折衷させることで、ソ連との開戦を意識する関東軍特殊演習が実施され、北部南部仏印へ武力進駐することが決定しました。ところが日本軍が進駐したことで、急速にアメリカは態度を硬化していきます。なぜなら南部仏印を占拠されたことで、フィリピンやシンガポールが航空機の行動圏内に入るからです。なお日米交渉は続行されるものの、このままでは対日禁輸措置によって日本は干上がるばかりでしょう。軍上層部内でもアメリカに一撃を与えるべきという意見が噴出しました。ただし日本の国力、工業力、技術力に比べてアメリカのそれは圧倒的なもの。おそらく戦えば十中八九負けてしまうでしょう。ところが知米派の多い海軍がむしろ積極的に海戦を主張するのです。昭和16年7月に長野海軍軍令部総長が、そして10月には島田海軍大臣が海戦への決意を述べています。そして誰よりも連合艦隊司令長官山本大将が対米戦の研究に熱心だったのです。なぜなら海軍は長らくアメリカを仮想敵としており、洋撃作戦の研究を続けてきました。実は山本もかねてからアメリカ海軍を無力化した上で有利な講和へ導く方法を模索していたといいます。つまり連合艦隊の実力があればやれると考えたのでしょう。また満州事変や日中戦争で主役になった陸軍に対し、1930年代から軍拡を続けてきた海軍はほとんど働いていないも同然です。国民から非難の目が向けられる恐れもありました。つまり戦えるのに戦わないのは恥であるという意識が働いたのかもしれません。こうして海軍は真珠湾攻撃に踏み切り、大きな戦果を上げました。しかしその代償は高くつきます。宣戦布告の遅れ云々より、アメリカの領土へ一撃を加えた事実がアメリカ国民のプライドをズタズタにしたからです。
ここから世論は徹底的に日本を破滅させる方向へ動き出し、アメリカの国家そのものが戦時体制へ向かっていきました。アメリカに一撃を加えるという無謀な構想そのものが太平洋戦争最大の失敗だったのかもしれません。その点、陸軍の方が情勢を的確に判断していた向きがあります。岩黒大佐を中心とする秋丸機関ではアメリカの国力を十分に分析した上でこのような結論を出しました。日本は開戦後2年は交戦可能である。この間イギリスの属領や植民地へ攻撃を加え、インド洋における制海権の獲得および潜水艦によって海上輸送を遮断する。そしてドイツと協力の上で英国を脱落させ、同時に南方圏を自給自足圏として取り込むこと、この抗戦力を強化することでアメリカの継戦意思を失わせ、戦争終結に持ち込むことが肝要である。つまりアメリカとは短期決戦ではなく長期戦へ引きずり込むことで講和を成し遂げるという海軍とは逆の構想だったのです。もしこの案が実施されていたなら、戦争も大きく形を変えていたことでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。